お疲れちゃんですラットです。今日ですねこちらゴルナイ神器やっていきたいと思います。さあこちらのデッキなんですが、今までねこれ神器デッキってやっぱ小物系ですよね。その 2.6 ホグだったり、まあクロスボウだったり、まああとなんだプリンスとかそういうねデッキがすごいきつかったんですけど、もうすごいのゴルナイ入るだけで全てねその辺が変わりますね。そう今まで絶対勝てないだったのがあれなんならちょっと相性いいだったりだとか、なんか思ったより勝てんなみたいな。そうゴルナイのねなんだろう、もう防衛力そして攻めのトップ力がねはいもう異次元に強いよというわけで、こちらで今日ねやっていきたいと思います。まあ、なんか大きな弱点は共通してまあラバ、まあ、そこに対してあんま変わりがないと思うんだけど、まあ、ラバに対してももうめちゃくちゃ攻めてね、だから2-1プランとか3-1プランで戦えばまあ全然勝ち筋はあるので、まともに戦うっていうのはダメですね。ラバとかバルに対してはもう鬼攻め攻めでいきましょう。あとマジ陸が多いのと、ほんとゴルナイルだけでそれこそプリンス、スパーキー、ダックプリ、ミニペとか、まあ、その辺のね硬いのにも相性が良くなる、良くなるは言い過ぎかもしれないけど、そう全然戦えるようになるし、小物系にもね強いんで。さあというわけで今回インドラですね。これ走るとねあの竹一回変わるんで走ります。さあこれですね、さあミニペインド、ちょっと嫌ですけど、いやこれがね優秀と。さあインドランバ、いやだって今ので2000ダメよ、どういうことってなるよね。いやこれトルネとか来ると嫌なんですけど、よしさこれ全てを受けます。あーエレキ、エレキ残ってほしかったけど、まあまあまあこれはまあまあまあ耐えて、でフリーズ使ってきましたね。さあこれですね、まあこれもマザルク出すんですけど、もうしょうがないんですよ、これ止まんないですから。一発は入るんですけど、逆に一発しか入らないっていう考え方もねできます。さあカウン、いやちょっと嘘です。いや相手ねもうこの笑いはね勝ったと思ってます、勝ったと思ってるんですけど、勝ったと思ってるのは僕なんですよね。あなただとか守れないですよね、あなたはねこれ守れません。さあ走って回復して、さあやだめ、いやタルババやっとけば折れてましたね。いややんなくてもいいか、これもう1枚ぐらい割いてくれたらやる、あるんだけど、あるんだけど、まあここはおとなしくエリババで守ります。単純にこれだけでも相手エリババの受けきついんで、さあこれでだって700落ちたようなもんで、なんならこれ言っときたら逆サイみたい、まあさすがに無視かな。ああそうですね、でいや行ってもいい気もするけど、行ってもいい気もするけど一旦守るか。ミニペバルキーでしたね。さあそこら辺が地味に嫌になってくるって、フリーズもいたね、まあ、その代わり結構攻めよう、相手の攻めをね完封するのはやっぱ無理なんで。さあでそこそこに攻めながらの、さあそこそこに守りたいよねっていう。さあいやエレキ強えな、いやこれなんですよね、これが大事。そのおられるんですけど、こんな感じでユニットのカウンターになるんで、これをね、することがやっぱまずクラロにおいて大事だね。さあ、走ってもらい、スキル使ったんだけどな。まあでも、エリーババが手助けしてるよ。ヒースピ最強からの、まああとね、ユニットぶっぱですね。マジ、陸、本当に強いんでね、このデッキ。陸ぶっぱするとね、止まんないんですよね。そう、こんな感じで、相手のバルーンとかラバってやっぱ回れないんですけど、その分、低めでのユニットで抑えて、カウンターを狙う。陸で攻めれば、相手がね、やっぱ止まらないので、もう陸がめっちゃ強いですね。さあ弱点の人とのねバルーンに向かっていくと。さあギダよろしく。いやマジでねゴルナイが世界変えるんですよね。まあこのデッキはねやっぱタルババヒースピ、とかなんで、相手のね奥のそれこそプリンセス、ロケホー、ウィザード、ネクロとか、まああいうの全部厄介になるんですけど、スケルトン部隊とか得意ね、結局ねゴルナイなんですよね。マジゴルナイが相手の奥のね走ってアーチャー、ロケホープリン、吹き矢とかもう全部やってくれた時には、もう勝ちだよね。さあ、ロケホー、京介来たね。延命？いや、延命来たね。いや、でもこれも結局、ゴルナイで、プリンス受けれて、ロケホーもね、処理できて、みたいな。いや、そうなんだよね。いや、しかも、フィジカル高め。今さ、爆破当たんなかったのか？あ、当たってあれはさすがにやばいよな。当たんなかったっぽいけど、どうなんだろう。いや、ま、これ左優の追加でもよかったけどね。ゴースト裂いちゃったね。さあ、いや、ロイホグ14が強え。ロイホグ？ロイホグじゃねえね。生まれた豚ね。さあ、で、今回の相手は、巨巣系プリンススケアミだよ。普通ね。普通だったら勝てないんですよ。マジで、ゴルナイがこれムートとかだったらね、多分勝てないですね。まあ、というのも、まあ、巨大スケルトン厄介ですし、相手の奥のね、ロケホーマジで無理ですし、それこそスケルトン部隊がね、いたっけ、ああいうのがマジきついんでね。まあ、でもゴルナイなんでね。そこがね、世界変わるんですよね。あとはプリンスがね。
まあここはでもエレキで受けてロケホでキング起動してもらった方がいいね。さあでロケホでキング起動してからのさあしっかり処理していくと。まあエレキも優秀だけどね。ゴルナいるからね、よりプリンスの受けとかもね、スキル使えば無効化できるし安心感はあると。さあゴースト。でまあこのデッキの強みはもちろん両サイ攻めです。あ、これでも走っていいね。これで殴って走っていうの受けがみたいなとこあるからね。さあしかもゴーストが回復して。いやゴースト無能か。さあ嫌な雨と。さあでも今ねスケルトン部隊使ったんでエリバー飛ばしてくればいいです。さあで強スケで受けさせてみたいなね。いやこれ走らせようか。走ればねロケホやれるんだけど走んなくてもやれたね。さあもう陸がね追いつけないっていうね相手。さあエレキか、まあ、ユーノの突進。えゴルナやば、あれやばくない、顔振りすぎだろ。さあもう相手はキツキツと。でこっちに行ってくるからそのために逆サイで、これまあスケブかなと思うので一回ステイの8枚マザネックで豚にしてあげて、相手はこれがねきついよっていう。いやーマジで強い。でこれゴルナイで走らせてもいい。あー走らせようと思ったけど、いやこれ走るんじゃね、ある、いや走んねえか。でこれはまあ爆破ね、の後で爆破、巨助の爆破は無効にするというかね、当たらないようにしっかり後ろにね、後ろに、巨助の後ろに出してくるのは大事と。でさ、これは豚にしたいんでね、せっかくなんで豚にしたいんで、マザネグ出して、エレキちょっと嫌だなーっていう。で、これ巨助咲いたので、左側ブッパの、ゴルナイ追加したらね、めっちゃ熱いと思ったんだけど、まあ、一旦防衛しようか。さ、スケルトン部隊が来るかな？来るよね。あれスケブ出さないと。俺スケブ出さないでも悪くない？いいよいしょ。さ、ナイス。まあ、ゴルナイのスキルね。今とかにちょっとあったら完璧だったんですけど。なんかほんと小物にも刺さるし、なんか走っちゃえば相手のユニット間に合わなかったり、対面でも強いんでね。さっきの U のやっつけるとかもあるんで。マジゴルナイやばいっすよ、今。なんかね、ぶっ壊れとまだいかない。多分ぶっ壊れとまだいかないんだけど、普通に強い。うん。普通に強いんだよな。さあよろしく。安牌で出せるんですよ、あとケツから。そうケツからとりあえず出せるっていうのも強いとこだと思うんですよね。さあとりあえずゴーストユーのあたりでプレッシャーをかけていきます。さあダークプリンス、まあユーノでもいいけどね、まあ、ユーノか、まあ、ゴルナイかみたいなとこあるっすよね。さあであとはザップ打たれるのもまあ一応考えながら、よいしょ。さあ、で、メガゴールなんで、ジャイプリプリかな？これちょっと高めからプレッシャー与えていこう。いいの走るんじゃね？あー、絶対違った。ジャイプリプリ。ジャイプリプリと見せかけてのスパちゃんでしたが、さあ、これスパーキーにもね、いや、これいらんかったな、マザネク多分。ゴルナイがね、走れるんですよ、本当に。ゴルナイが走れるんだけど、これ走れねえかもしれん。この流れ。いや、走れるな。ミニペでね。さあ、で、走って、いやー、待って、透明か。待って待って、やばいやばい。あ、終わった。これね、ちょっとやっちまりよか。いや、待って。いや、耐えれた。今、耐えれた。うわ、待って、耐えれたな、今。いや、もったいねー。もったいねー。なんか、ゴルナイのダッシュで、ええ感じにね、耐えるのかと思いきや、みたいな、目の前で止まっちゃったよね。さあ、スパーキーレイジにワンパンスしちゃった。やばへん。どこやかをグッドゲームしてくんじゃないよ。しっかりドヤ顔添えてくるな。まあでも、こっからっすね。相手ね、ケツスパさしてからの、ぶっ飛びゲーミング。さあ、これね、マジで。釣られないでほしい。釣られたら終わる。いや、釣られない。いや、これね、相手なんなら終わったんじゃない？どうだろう。これもう、よし、行って、よしよしよし。ミニペが来んのか？いや、来ない。エレキで踏んで。いや、待って。勝てるぞ。こうなったら勝てるぞ。そしたらユーノとかでね。あー、いらんかったかな。いらんかったかな。間違いなくいらなかったね。これやばいことやったね。まあでも結局マザネクが残ればなんで、あと溶かすこと大事だね。ケツスパから入ってくるかな。さあで僕はこれ結構キングを狙った方がいい気がするね。うん、でもゴルナイは正面から受けたかったかな。どうだろうな。ゴルナイは正面から受けたい気がすごいあったんだけど。よし。まあ、あとは、頑張って守ろう。普通にね、しっかりユニットで受けて、メガゴがね、頑張ってるこれ。
いや、いいよ。いや、熱いよ。いや、真ん中で聞きてもよかったけど、言うのがどっちか。残るんじゃない？さあ、しっかり低めまずにいく。マジで最強なんで。時間稼ぎの鬼。さあ、ゴーストでプレッシャーかけます。いやー、まずくないっす。いやー、待って、まずく歩くの早いんだ、君。もうちょっと遅めに歩いてほしいな。で、樽の、これですね。よし。いや、踏みて。よしよしよし。いやー、で、ゴルナイもいるようで、ミニペを、一応受けたい気もするけど、受けなくていいな。ゴールデンナイト！これ走るじゃん。え、歩くね？しかもマザネクこれが処理するやつ。生きた、ゴルナイ、ゴルナイ。マザネク処理して、熱いやつ、マザネク処理熱すぎる。なんだろ、これゴースト、あ、終わったこれ。パーン！オッケー。マジか、勝っちゃった。序盤、痛すぎたな。痛すぎたけど、まあまあまあ、よく逆転したね。さあ、ナイス。さあ、7000が来たね。7000が。よろしくねと。どうしようかな。樽ババ返しです。これ。ここのね、位置の樽はね、これ、お互い樽打ってるだけなんですけど、後から打ったらね、樽入っちゃうんですよ、一発。これね。まあ、樽ババのね、転がす位置も重要なんですけど。さあ、8枚バルーン来る。いや、これはちょっと怖いよね。でも5ワード取ったので、まあ、さすがにこれいきます。5ワード取ったので、ちょっとプレッシャーかけてね。さあと。で、ボーラーランパ、ウルトラバルーンですね。フリーズとかのね、まあ、手札が多分腐ってたんでしょうね。いやー、熱いよ。で、今、陸咲いたので、今これ普通にゴル内で、なんか咲かしてからの、いや、インド来て走って向こう構えだな。いやー、一応スキルでいいか。1コス使うだけで、結構ダメージ入るんでね。まあ、あとはここ、エリババ刺してもいいね。まあ、ベビーと、まあ、なんかで受けられるかもしれないんだけど、普通に相手、陸マジきついから、エリババで守りながら攻めます。よしよしよし。あ、ライドラか。ライドラはちょっとちげえな。ライドラはマジで俺がきち。激きつ。いや、エリババ一発入ったの熱。で、これ、キングギドー狙いたいね。神のキングギドーする？神のキングギドーね。そう。あー、ぶっ、違う。マジ、何やってんの？ライドラー！今ライドラね、マザネクヒースピキングタワーでやろうと思ったんだけど、マジか。俺の思ってる通りにいかなかったな。さて、ボールを抑えたら逆サイリバー行こう。いや、これきついよ。まあ、ライドラあるかもだけど、言うてライドラ、あ、インドか。インドは強いわ。うん。折ってほしいな。そこまでいけないのかな。さあ、いや、これはね、いいバルーンだね。俺、これだってバルーン守りたいけど、そしたらね、相手のインドラやばいからね。さあ、まあ、両方守りたいよねって。落とさせはしない。いや、まあ、フリーズめっちゃうまいじゃん。さあ、ちょっとこれは怖いんでね。さあ、突破したい。いや、ゴースト？いやー、今のはいいね、相手の気が。さあ、こうなるとちょっとだけね、怖くなってはくるが、まだキングにもプレッシャー与えながら、ね、許容ですね。バルーンはこれね、一発も入れさせないって不可能なんですよ。そう、不可能なので、バルーン一発入ってもいいです。で、一発しか入れさせないです。か、二発。もうライドラやばいよ。マジ、ライドラ強すぎる。うん。最強のライドラがいるな。だいたいエレキさえやってしまえばみたいなとこあるんでね。さあ、しっかり攻めて、延命してね。空延命してあげたら相手きついからね。さあ、で、これで、フリーズ来そうだね。ヒースピーカーが飛ぶ、最強のタルー。さあ、で、ゴーストで攻めていくと。いや、でも溜まってるんでね、空が。一旦ステイですね。うん。さあ、こんな感じで、まあ、耐えます。マジでギリ耐えます。で、マザネク出して、あと真ん中言うのも大事になってくるな。まあ、低めでもいいか。これで真ん中です。ここでフリーズ来ても、ターン落ちないんですよ、僕絶対。オーケー！危ねえ。言うのね、飛ばしてました。さあ、ナイスと。よくやっぱ許容が大事ですね。あとはカウンターね。で、やっぱ固めてくる相手には、ユニットで正面対決しても負けるので、しっかり両サイド振るのも大事ですね。そうです。はい、というわけで、ゴルナイ神器ね、今日やったんですけど、マジでね、本当に強いですね。本当に強い。多分、極めたらね、最強レベルに
慣れできると思うので、皆さんもぜひねこのゴルナイ神器作ってみてください。まあ、ゴルナイ持ってない方は、まあ、こうファイボだったりムートだったり、いろいろね会話聞くので、ぜひねそちらの方でも触ってみてください。エレキ、マジアチャ、マザネクとか、その辺は何でもいいですね。はい、マジアチャでもいいと思います。はい、というわけで、よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ではお疲れ様でした。またね。